と、うん、阿蘇でお仕事はされてたんですよね。そうです、もともとは阿蘇神社のところで旧尾形や古民家カフェに行って、うんうん、それで地震でダメになったんで今回ちょっとこっちに移転してきました。うん、ここのオープンはいつだったんですか？先月の4月16日、地震からちょうど1年の日にオープンやっとできました。うん、今やってるのは、もちろんコーヒーを入れることもなんですけど、結構ここ案内所みたいな感じで、結構どこが美味しいですかとか、阿蘇神社までどのくらいですかみたいな、結構質問が多いので、めっちゃ阿蘇のことに詳しくなりそうです。県外からと、あと海外の方が電車で結構降りてこられるんで、ってなるとやっぱりタクシーかバスか歩いてか、それまた説明がすごい難しい。もう自然がやっぱりすごいいいところですよね。緑は多いし、空気はきれいだし、水がすごいですよね、やっぱり。全然なかったんですよ。それこそ皆さんがこう気軽に話しかけてきてくれて、まあ、今回も縁があってちょっとこっちで働くことになって、人のつながりがすごい素敵な阿蘇市なので、全然不安はなかったです。何かあったらもう言ってきないよみたいな、だからすごいお父さんお母さんがたくさんいる感じです。もう青年部に入ってどれぐらい経ちますか？2年目です。2年目。はい。じゃあもう仕事始めた時から？そうです、最初にもう仕事始める時から実は声かけていただいてて、もう仕事始めるんだったら入りなよみたいな、そんな感じで入ったのがきっかけです。今今年度からは研修委員会って言って委員会に入らせてもらってて、県外から青年部が来た時に受け入れたりとか、つながりを作っていく委員会ですね。年に1回視察行って、あとやっぱ大会があるんですね。九州大会、全国大会っていう、ちょっと視聴者発表って言って代表者が行って発表する大会とかにも行くんですけど、今度九州大会が大分、全国大会が沖縄っていう感じで、いろんな県の人とつながるきっかけができたので、すごい青年部すごいなと思ってます。私がそうだったんですけど、やりたいと思ったこと、興味あることは全部やってきました。なので何でもやってみてダメだったら次新しいことできるんで、若いうちからできるだけいろんなことやってほしいです。うん、こんな感じですよね。はい、私にとっての仕事とはチャレンジして前に進んでいくことです。チャレンジしたいことはとりあえず、今宮地駅だけなんですけど、駅がある限りカフェを作っていきたいなと思ってます。今後高校生も JR 使えなくてバスで通学してるんで、せっかくだったらコーヒーにある興味がある子たちのためにバリスタ部を作って、ここで部活動をして帰るみたいな、そんなコミュニティの場にしたいです。